もうマジかい。どうも、うずです。今日はちょっとですね、 Kindle のサービスでまたやられてしまいましたね。これやられましたよ。今私 Amazon のプライム会員になっていて、まあ、月額料金を払いながら、年会費か、あれは年会費か、年会費を払いながら、まあ、Amazon のサービス受けてるんですけど、今度 Kindle、 有名ですね、電子書籍のサービス Kindle、 これがなんと月額980円、税別、税別だよな、税別だっけ、よくわかんない、税別、税別ってしとこう、よくわかんない、書いてねえやこれなんですけど、980円でなんと Amazon の電子書籍読み放題、やばいね。で、実際 Amazon の電子書籍、この Kindle のね、アンリミテッドっていうサービスが8月にも国内で開始することが複数の出版社への取材で明らかになったっていうニュースが流れてました。で、今のところ出てる情報だと、内容、サービスの内容ね、サービスの内容が月額980円、電子書籍55,000タイトル、オーディオブック数千タイトル、30日間の無料体験、これやばいわ、これでいつもやられてしまいます、30日間の無料体験。ちなみにネットフリックスの時も1ヶ月間お試しサービスできるっていうから、試したらそのまま定額サービスで突入しちゃいました。これ間違いなくやるね、私ね。ただちょっと気になるのが、この月額980円のサービス始めて、まあ、見たい漫画とか雑誌とか見れるとして、今まで買った本ってどうなるんだろうね。別の区分で分けられるのかな。お金払って購入してるもんね、書籍を見られる権利を。で、前動画でね、コメントでいただいた自転車のね、この自己満っていう漫画も Kindle で読んでるんですけど、まあ、Kindle も結構利用するんですよ、私。なので月額980円で読み放題ならね、全然万々歳なんですよ、私、万歳。なので、まあそういうニュースを見ましたっていう動画です。で、ただこう最近思うのが、この月額、定額制ね、定額でもう読み放題、見放題、聞き放題っていうサービスがどん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 こう流行ってきてる。まあ儲かるんでしょうね、この形の方が。だからいろいろね、こういう形になってきてるんですけど、惜しむらくはソニーのやっぱり同じようにありましたよね、なんたらかんたらアンリミテッドみたいな、あれはサービス終了しちゃいましたけど、タイミングだったんですかね、なんだろうね、タイトル宣伝の仕方もいろいろ問題があったと思うんですけど、まあ、ネットフリックスにしろ、アマゾンにしろ、この定額制、まあ、1000円いかないぐらいの値段のね、やつで、どん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 こう幅を利かせてきていっているので、まあすごいなって思います。まあ、結局そのコンテンツに魅力があるかどうかだよね。月に980円なり1000円いくらなり払っても惜しくないっていう、そういう人がどれだけいるかっていうのが、そのサービスが継続するか儲かるかっていう違いになってくると思うんですけれども、まあ、とりあえずこの8月に始まるんじゃないかと言われている Kindle Unlimited、 ちょっとこれはね、目が離せないですね。っていうか、すぐ試しますね、私ね。なんかね、動画でもちょっと紹介されてるね、海外版の映像だと思うんですけどね、 Kindle Unlimited、 まあちょっと力入れてやってくるサービスだと思うんですけど、これは本当期待できそうですわ。ということで、結構こういったようなニュースネタとかをただこう感想を喋ったり伝えたりっていう動画をよくやってるんですが、中には商品の紹介とかお出かけ動画などもよくやってますので、私の他の動画もちょっと見ていただいて、気に入った動画があったらぜひ高評価の方お願いします。気に入らなかったら低評価も OK です。自由にどうぞ。チャンネル登録の方も随時お願いしてますので、もしお嫌でなかったらチャンネル登録の方もお願いいたします。下タップしていただければ登録できますので、よろしくお願いします。ではまた別の動画で、バイバイ。でもあれだよね、月額いくらいくら、月額いくらいくらってどんどん積み重なっていくと、結構な金額にきっとなってしまうんだろうね。そう考えると怖いよね。通信費、何々サービス、何々サービス。やばいね。